警察官、警棒を持ちながら帰宅要請で批判殺到。先日、歌舞伎町において警察官が右手にですね、警棒を持ちながら外出している方々に帰宅要請を行ったとして、威圧的だと現在批判が殺到しております。まあ、この夜の歌舞伎町、非常に危険な地域でございますので、警察官は自分の身を守るためにですね、 警防を持つことが認められておりますまた現在は歌舞伎町でなくとも警察官が襲撃される事件が相次いでおり警察官が身につけている防弾チョッキ防波チョッキでも確実にですね身を守れる保証はございません、まあ、今回問題となった事例では 警察官が3人ですね、全員右手に警棒を所持しておりましたけれども、私が警察官であれば、右手に警棒を持っていたらですね、直ちに拳銃が抜けませんので、1人は警棒を持たずに、すぐに拳銃を抜ける体制を維持するようにですね、指示します。 まあこういった警察官、危険な現場に駆けつけて、さまざまな対応を行いますので、当然、警察官自身にも自分の身を守る権利があるということを理解していただいて、さらにこの歌舞伎町の危険性もですね理解していただき、こういったおかしな批判をしないようにお願いしたいんですが、 まあさらに言えば、こういった警察官は、現場で死亡したりですね、怪我をして、障害が残っても、ろくにですね、保証もされないという問題もございますま。こういった危険な最前線において、仕事をしている警察官、現在は COVID-19 の CO、COVID-19 にですね、感染する可能性があるのに、 外出している方々にこのように近づいて注意をしなければいけないと、そういった事態に陥っておりますので、皆様、こういった警察官について、さらに外出の自粛要請について、ご理解とご協力をお願いいたします。以上になります。 ご静聴いただきありがとうございました。